ちは。こんにちは。どうも。さあ、今度は真面目なチャンネル。いや、この真面目っていうか、掛布さん楽しいですね。こんなお茶目な方だと思わなかったです。いや、掛布さんを知るに、はいはい、ね、あのかっこいい掛布さんも知ってれば、はい、こうギャップがすごいんだよ。だからこういう豊かなのにこうなんか一つなんか超えられると楽になるんだよね、喋るのがね。みんななんかあのね、一線を引いてしまうような人が多いんですよね。僕は別に構えてるつもりはないんですけど、だから今もこういろんな方と食事誘われたり、あのお酒、まあ食事の場でですね、お酒飲んだりすると皆さんやっぱ喜ばれますよね。で、僕意外に料理が好きなんで、あの鍋奉行になってあげたりだとか、はい、いろいろするのが好きなタイプなんですよ、はい、だから皆さんそれが僕苦じゃないんでね、はい、だからすごく食事をされる方喜ばれますよ。で、自分も楽しいんだから。かくさん笑うじゃん。ね、そうそう、今回そうそうそう。だからほっとするんだと、周りが、ね。ですよね。あ、じゃあ、もし一緒にこう3人で鍋行ったら鍋行いい、やりますよ。飯行こうよ、この家だから。いやいや、連れてもらう。お前、普通、お前が招待するんじゃない全然、いや、全然いいですよ。いや、これは、やっぱ、あの、僕が出したら、悪いなと。次の日スーツが来るかなと思って。ああ、3日で台湾台湾でね、うん、それはちょっと申し訳ないな。そうか、じゃあ俺が仕切ろう。いや、いいですよ、僕がご一緒します。あのさ、はい、東京にね、あのそんなあれじゃなくて、あのお好み焼き屋さんがね、新橋に、はい、パチパチって行ったことある？ないです。僕、槙原君に紹介してもらったんだけど、はい、ちょっと小部屋みたいなのあるから、はい、美味しいですよ。じゃあぜひぜひ、ええ、でそこで僕はいつもね、はい、お前んとこはまずいなまずいなって言い続けて美味しくしていった。今東京ドームにもね、はい、あのパチパチってお好み焼きがあるんだよ。うん、ちょっと宣伝してたけど、パチパチです。じゃあカメラ持っていきますよ。ぜひぜひ、はい、行きましょう行きましょう。そこに仕切ったら今日はダメだよ、仕事の入っちゃうんですさあ、かけさん、はい、やっぱりゲスト呼んで、はい、絶対聞くことがあるんです。何よ。ベストナイン出た。うわ、難しいなこれ。でもね、ベスト歴代となってくると、はい、もうある程度名前絞られるよね。僕はピッチャーはもうエナスさん、あ、もうでもエナスさんと対戦してませんよね。したよ、オールスターと、あの広島。いやいや、それはまだもうあれでしょ、万年だけど。でもね、俺はエナスさんの近くにいて、もうエナスさんの話を聞いてると、うん、やっぱエナスさんかな。金田さんはすごいんだろうけど、金田はちょっと年齢が違いすぎるね。まあ、一緒に対戦したっていうのであれば笑顔だね、やっぱり。あ、対戦したピッチャーであればやっぱり彼が一番僕を燃えさせてくれましたので、はい、やっぱもう彼がナンバーワンっていうのは同世代としては彼です、うん、だから僕の先輩まで入れていいとなると、うん、やっぱり江夏さんという身近にいて、もうこの間も江夏さんとちょっとラジオの番組一緒させていただいていろいろ話を聞いたんだけども、やっぱあの王さんから354個の日本新記録の三振を取る取らないっていう話を聞いた時に、この人ただもんじゃねえなっていう話するんだよね。そうですね。だからでも守ってたでしょ。守ってる時は長くてね、前が前がもう晩年だったから。あ、でエラーしちゃったね俺一回、満塁で飛んでるサード負けたの、ロッカーに入れないの。もう豊かの牽制アウトでやばいよ。まあそうっすね。エナスさんだよお前。俺はいいよいいよって言うけどさ、エナスさんだよ。でも少し思いでしたの。はい、よくよするなこら。そう、怒ってるよって言いながらね、くよくよするなって怒ってますやんって心で思ってたんだけど、すいませんでしたって言って、それからすごい可愛がってくれた。優しいし。まあ、ピッチャー、まあ、優しいですよね、うん、エナスさんは。まあ、だから2人じゃないんだけど、江川かエナスさんという、これはもうしょうがないでしょ、これ。いや、どちらか。じゃあもう、江川にしときましょう。同世代として。そこまでエナスさんの話をしてだって、同世代の方がいいんだろ。いやいや、違う、もう全体のですから。あ、江川さんもう歴長いから、プロ野球見たら。じゃあ、エナスさん。なるほど。うん、はい。キャッチャー。これ、ノムさんだろ。いや、それは、いやいや、別に何も言ってない。お前言わないなんてさ、なんで野村さんなんだって話したよね。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。普通でピンポンってなるんだけどさ。ならないですよ。もうならない。ならないの。もうならないの。
いやいや、だからやっぱあの鈴木さんとか一緒にちょっと飲むさんとも現役でかぶってるしね、やっぱあの何回というかあのチームで、テスト生でね、あそこまで上り詰めていった、本当は田淵さんって言いたいところなんだけど、同じテスト生というような環境の中で、プロ野球を代表するそういうキャッチャーになられて、王さんに記録を全部塗り替えられましたけども、それまでは全部の野村さんが持ってたわけでしょ。だからそう考えるとやはり古田君なんかもすごいキャッチャーだと思うんだよ、今の阿部もすごいキャッチャーだと思うんだけど、やっぱり野村さんかな。うん、ファースト、もうこれはもうさ、ファーストとサードは決まってね、応援しかいないんや、自分ではない、いや、ない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 、いやいやいや、それはもう長嶋さんに憧れて野球やらせてもらった一人だし、まあ、長嶋さんがこう俺がね、調子悪いとされて心配してくれるようなそういう電話もいただいてるし、やっぱ今の俺があるのは長嶋さんとか王さんが野球やっていてくれたから、今野球俺現役でやってたわけだから、憧れて、僕は王さんに憧れた、だから俺たち世代までなんだよ、長嶋さんは、はい、僕のちょっと下から王さんに変わるの。そうなんだ、まあ、長嶋さんの逸話ありましたよね、あった、まあ電話とか電話とかいろいろ、ね、うん、王さんはね、王さんはあるのよ、あるじゃないですか、王さんもでしょ、王さんも長嶋さんが引退されたでしょ、はい、この時王さん一人で最下位になりましたね、巨人が、うん、その時に王さんホームラン打った時に、初めてだよ王さんがあんな笑顔でダイヤモンド一周してる王さん見たの、そしたら僕の前で今年は楽にやるんだみたいなこと王さんが言われたの、ポロッと、あんな王さん見たことないの、もう鷹のような目だから、もう非常に厳しい方ですから、で最下位になったのよ、翌年張本さんをトレードで引っ張ってきたら、また王さんの目がキラッと輝いた、うん、これで僕もちょっといろいろ成長してきまして、巨人戦で甲子園でね、レフト前にバーンってすっごい綺麗なヒット打って一塁に出塁した時に、王さんがいつあんなバッティングを覚えたのって言ってくれたの。これはすごくその言葉も自信ついたんだよね、ずっと見てて、あの王さんがずっと見ていてくれたんだ、いやだから俺が加計さんに、はい、あいつは良くなるよっていうのと一緒一緒一緒ですよね。だそう考えるとね、もう今ファーストサードってのはもうこの2人しかいない、まあまあそうですね、そうなんだよ、そう分かってくれよ、言ったら、いや僕もそうです、あそうでしょ、ほっとしないでください、ね、セカンド高木森光さんだな、やってるでしょ、やっぱ上手かったですか、うわすごい、そんなですか、すんごいそう、すごいよ、いや何がすごいですか、バックトステだな、一二塁以下に飛んだボールをバーンってこのままセカンドにバックトスだね、うん、それが俺たちがピューンって投げたようなボールがピューンっていくんだよ、でグラブトスなんてバネがついてんじゃねえかっていうぐらいバーンって手品みたいな、そんななんですか、うん、バッティングも良かったんですよ、バッティングもやっぱ30本近くホームラン打てる、もうこうやってさ、ちっちゃいんだけど、あの中日のユニフォームと背番号1番が重なるんだよね、顔もかっこよかったし、森光さんかっこよかったよ、あそうですか、あのプロ野球の土井さんもうまかったんだけど、華麗なんだよね高木森光さんの方が、わかりますわ、わかるでしょ、花がどっちかやろうか、もう土井さんもすごくお上手で、だからすごく堅実な地味に見えちゃうわけ、あ森、僕はもうセカンド高木森光さんだな、あそうですか、いたかったらデュガーは誰なのよ、僕はあの辻ですね、あ辻か、あ世代が、まあ辻もそうやけど、だから森光さん僕知らない、知らないからね、まあうまかった、あそうですか、すごかった、うん、ショートかや、サードは決めたからな、うん、ショートいいですね、勝手に言ってくれるからそう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 、いや、はい、ショート順番繰りがそうだよ、そうそうだ、まあ ON って決まっちゃったから、 決まったからね、ショートで言うとね、まあ今まあ打てるもう坂本くんなんかは、うん、もう入れてもいいぐらいに思ってんだ俺、うん、あんな打てるね、ショートね、あんな守れて打てるショートなんて俺たちの時代いなかったから、ですね、ショートはだいたい2割2、3分だもんな、うん、打って5分ぐらいでしょ、そうですね、
だ守りのいいという、うん、僕らの時代をショート甲子園球場という土のグラウンドを考えるといろいろ考えると僕かぶってないんだけど、やっぱ吉田よしおという、あの我々監督として何年か野球やらせてもらいましたけど、はい、吉田さんは外せないな。見てないけど監督の1年目に守備練習一緒にやった時に、まあ、これほど当時吉田さんがいくつぐらいですか？40半ばぐらいじゃない。それでも体が動くと、ね、もうタッチする姿なんてね、だからね真似できないよ、うん、でそのボールをこの攻撃的に取る、こうやって取らないからパーンって衝突していくんだよ。でもここでボールを殺すわけ。わかりますよ。わかるでしょ。広岡さんの教えってのはどっちかというとこう抱き込むような、まあ、包み込むような、包み込むような感じや。あの吉田さんって攻撃的なので、これポンと離すから、だから俺の守備を教えてくれたのは吉田さんだから、俺の守備の基本は吉田さんなんだよ。そうなると我々の時代のショートって考えると、まあ、ON という素晴らしいバッターでキャッチャーも野村さんがいるんであれば守りに徹すればいいわけだよ、うん、そうなると吉田よしおだね。なるほど、ええ、出たよ。これでもう外野はちょっとわからんな。いやいや、これねこれね結構特徴で、内野をやってる人っていうのはあんま外野が出てこないんですよ。外野ちょっとなんか出てこないね。いやその中でもいるでしょ。そうだな、そうなると、まあ、やっぱ松井秀喜は入れるのかな。あ、やっぱ彼のその打つホームランの凄さだとかね、人間的なそのなんていうのかな、ファンに対する対応だとか、いろいろプロとしてなんか教えられる面があるなぐらい、僕らは年上なんだけど、それぐらいきちっとした対応できる選手だったしね。僕ヤンキースに取材に行った時に取材構成で大変だったの。でも一番最後に我々のインタビューに答えてくれた時にね、いやお前しんどいだろうって言ったら、いやいや加久さんも経験当然あると思いますけども、この僕のコメントってのは日本の応援してくれるファンに届くわけでしょと、そのメッセージを嫌がるのは失礼じゃないですかって言ってくれたんだよ。かっこいいですね。もうそれ好きになっちゃっても、まあそうですよね、思わない。いや思いますよ。これは加久さんに対するメッセージじゃないんですと、その向こうにいるファンに対するメッセージじゃないですかと、それを忘れちゃう。はい、12分。まあ大丈夫です。まだ大丈夫です。だから松井は入れなきゃいけないのかな。あと2人だよね。僕はちなみに、うん、言ってちょっと参考にしたい。福本さんとか。うわ、これはいただいた。センターは福本さん。そりゃすごかったじゃん。いやもうあの足と、あのスピード、あの守備のスピードな、打球にあの入る速さね、うん、あ福本さんはもうそりゃそうだ、おっしゃる通り、センター福本で、まあ現代で言えば柳田とか、柳田、まあ昔言えばちょっと昔言えばイチローとか、ああイチローまずない。でもあのタイプ的にね、福本さんとイチローってタイプ違うけども、一番出せる打順いろいろ考えると被るよね。打順も考えてるんですね。そうそうですね。ベストライン。じゃあどういうのが必要ですか、もう一人は。もう守れるってちょっと打てりゃいいでしょ、レフトだから。ちょっと浩二さんぐらいがいいかなと思ったりもするんだよ。山本浩二さんね、うん、読みの浩二すごいですよね。読みの浩二、読みの浩二さんはタイプ的にね、ちょっと僕らとタイプが違うじゃない。読み切って打つ人じゃない。そうですよ、ね、うん、読み切るっていうのは、配球を次は絶対 100% こうだっていう、割り出してから打ち打つ。これはね、なんていうの、過去のデータだとか、自分の体で感じることだとか、いろいろなことがあって、浩二さんなりの読み方があるんですね。はい、その読んで、打つんじゃないよ、あの人。だからオールスターでも読んで打つという、そう、そのピッチャーを研究してるという、読み切って打ち損じ、僕らの時は対応をして打つタイプじゃない、ね、対応型なんですよ、はい、まっすぐ、一番速いまっすぐに合わせておいて、遅いボールだったら対応していこうという、
浩二さんはその 100% その読み切ってスライダーなスライダーっていうとそのボール来たら完璧に打つもんな。そうですね、崩れないもんな。だから そのボールも方向を決めて打ちに来るんじゃないかなっていうぐらい、その読み切って決めて打つのがね、だから読んで決めて打ったら打ち損じゃないよね、浩二さん。で守備もうまかったですし、バランスから考えるとどうだい、久保と松井、山本浩二の、いや全然いいです。じゃあそれでよろしく。はい。